アルベルティーナはオーストリアのウィーン第一行政地区のインネルシュタットにある美術館である。アルベルティーナは素描画約6万5000点、版画が約100万点と世界有数のコレクションを誇るだけでなく近代のグラフィック作品や写真、建築画なども所蔵している。グラフィックコレクション以外にもアルベルティーナには近年 印象派と20世紀初頭の作品が永久対応され、そのうちのいくつかが常設展示されている。特別展が行われることもある。アルベルティーナは最後まで残ったウィーンの死壁アウグスティーナーバス台の上に宮廷役所として建てられた。17世紀後半のことだった。1744年には宮廷建築監督,監督のシルバ太郎カ伯爵。 エマヌエルテーレスにより一新され、彼の邸宅となったため、太郎カ宮殿として知られていた。宮殿は後に、テシェンコアルベルト・カジミールが所有し、公の居城となった。アルベルト公は後に、彼が、ハプスブルクリオ・ネーデルランドの総督を務めていた、ブリュッセルから、グラフィックのコレクションを宮殿に運び込んだ。コは、ルイス・モントに増築を命じ、これ以降、 宮殿はホーフブルク宮に直結している。コレクションはアルベルト公の後継者によって拡充された。収集のきっかけとなったのはアルベルト公とオーストリアの中ネツヤ大使を務めたゼノバ伯爵、ジャコモ・デュラッツォである。1776年に伯爵はアルベルト公と公の妻でマリア・テレジアの娘のマリア・クリスティーナに1000点近い美術品を贈った。 ジャコモ・デュラッツォは、ジェノバ総督、マルチェロ・デュラッツォの兄弟で、後世のため、より崇高な目的すなわち教育と道徳の力に、叶う収集を果たすことを望んだ。1820年代には、アルベルト皇夫妻の養子、カール・大公が、ヨーゼフ・コーンハウザーに命じ、大部分の室内装飾に、さらなる変更を加えた。カール・大公以降は、その息子のアルブレヒト公。 アルブレヒト公の老いのフリードリヒ公がこの宮殿に居住した。1919年の初め、宮殿とコレクションの所有権はハプスブルク家から新生オーストリア共和国へと移った。1920年には版画や素病のコレクションはかつての帝国宮廷図書館のコレクションと統合された。アルベルティーナの名は1921年より使用されるようになった。 1945年3月、アルベルティーナは連合軍の爆撃により激しく損傷した。宮殿は終戦後に再建され、1998年から2003年にかけて修復工事を受けた。2008年までの外部入り口の改修の際には、ハンスホラインによる特徴的な屋根が構築され、その後ようやくコレクションの展示が再開された。 ウィキメディアコモンズには、アルベルティーナに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。